はい、皆さんこんにちは。レクセニ講師の森山です。で、今回は今年合格した高橋さんの方にお越しいただいて、一発合格した秘訣、これをお話を聞いていきたいというふうに思います。高橋さん、お願いします。お願いします。まず自己紹介の方からお願いします。はい、令和4年度司法書士試験筆記試験に一発合格しました高橋夏実と申します。よろしくお願いします。お願いします。高橋さん、司法書士を目指した理由ってあります？はい、私は小さい子供がいて専業主婦をしていたんですけれども、また子育てが落ち着いたら働きたいと思ったので、その時のために何か資格を取ろうと思って司法書士試験を受験しました。司法書士って意外となかなか知らない方も多いと思うんですけど、司法書士って知ってました？はい、大学が法学部で同級生にも何人か司法書士になった人がいるので知ってました。知ってました。なんか難しい資格で、こう大丈夫かなとか思いませんでした？すごく難しそうで、自分としては大きなチャレンジだったんですけれども、せっかく取るなら一生食べていけるような資格が取りたいなと思って決意しました。そうですね、この資格さえ持ってればもう本当に働いたり自由に生活することができますからね。取るの大変ですけれども、そのに見合う資格かなというふうに思います。で、レッグを選んだ理由ってありますか？はい、私は家事と育児と両立する必要があったので、まず講義は通信制で受けたいと思って、その上で模試は本番の緊張感を味わうために予備校で受験したいと思っていたので、自宅から通える範囲に予備校があるところを探して、その時点で2校に絞られたんですけれども、その2つの予備校の初心者向けのお試し講座とか DVD をすべて見て、森山先生の講義を受けたいなと思ったので、レッグを選びました。はい、高橋さん札幌ですね。はい、で通信で受講してくれたということですね。はい、私の講座を選んだ理由ってあります？はい、お試し講義を見た段階では、その内容が分かりやすいかどうかっていうところまではちょっと私は理解できなかったので、話し方がすごく丁寧で穏やかな口調で講義されているっていう点で森山先生を選びました。あ、よかったです。一発で合格されましたけれども、その秘訣があればぜひ教えてください。はい、私は子育てをしながらだったので、やはり時間の確保が難しくて勉強時間が十分になかったので、森山先生から言われたことだけをやるという点を徹底しました。はい、言われたことって例えばどんなことですか？はい、私はですね、講義期間中はなかなか時間がなくて、過去問にまで手が回ってない状態だったんですけれども、そのことを森山先生に YouTube のライブ配信で直接相談させていただきまして、その時に森山先生が、過去問は直前期にやる時間があるので講義期間中はやらなくても大丈夫ですよというふうにおっしゃっていたので、講義期間中は講義を見ることと、あとブレイクスルーテキストと携帯司法書士を使って復習することだけに専念しました。あ、そうですね、私のクラスではこのホームルームって形で YouTube の配信をしてますけど、その時本当に高橋さんも何回も何回もこう質問くれて、その時間のない中でいかに勉強すればいいかってことを本当に真剣に考えてくれていたので、本当に合格してよかったなというふうに思うんですけれども、やっぱりこうなかなか時間ない中で過去問まで何十年分も全部やろうってなかなか難しいと思うので、この絞り込んでそこだけはしっかり覚えていこうってことがやっぱり重要かなというふうに思いますね。で、携帯収集書をやってくれていたってことなんですが、今持ってます？はい、これは民法の携帯司法書士で、結構ボロボロになるまで使い込みました。嬉しいですね、なんかもう使い込んでますね。はい、中もこんな感じで書き込んで、はい、貼ってますね。あ、そうですね、当連の解説とかレジュメとかをこう必要に応じて貼って使ってました。はい、これ最終的にはもう何回もやった感じですか？もうすごいボロボロですけど。そうですね、最終的には10週ぐらいはやりました。すごいですね。高橋さんから合格のメールをすぐいただいて、それも嬉しかったんですけど、その時にね、もう携帯司法書士がボロボロなんで見せたいって書いてあった。今見られてすごい嬉しいです。はい、で、これ直前期も使ってくれてたんですか？あ、そうですね、直前期も過去問をやったらその範囲を携帯司法書士で復習するという形で何回も何回もやりました。
はい、ありがとうございます。で、講義中はブレイクスルーテキストを使って携帯使用書してこう復習をしてくれていたわけですが、その時間のない中で勉強する工夫というか、普段どんな勉強していたかっていうのを教えてほしいんですが。はい、普段はですね、講義を配信されたらまず講義をすぐに見て、その後ブレイクスルーテキストで先生が読んだところだけ、触れたところだけを読み返して復習して、うん、その後に携帯司法書士を使って復習をするという形でやっていました。講義の配信から絶対に遅れないようにっていう点だけは気をつけてました。あ、そうですね。通信の方はどうしてもこう遅れてしまうと直前期が短くなっちゃうので、その遅れないで聞くってことがやっぱり一番重要なことかなというふうに思うので、本当良かったですね。はい。で、そのなんか忙しいっていう話でしたけど、なんかいろいろ工夫があれば教えていただきたいんですが、なんか家事とか育児の間で時間の作り方とか何かあります？はい、2つほどあるんですけれども、まず1つは家事とかをしながらイヤホンで講義を聞くということを常にやっていて、はい、私は札幌なので雪かきとかもしながらイヤホンで講義を聞いていました。雪かきしながら。雪かきしながら、はい。雪かき大変ですね。やっぱり何時間雪かきする感じですか？はい。でその間こう聞いてるわけですね。あ、ずっと、はい、聞いてました。何時間も。あ、一度聞いた講義ですよね。あ、そうです。一度パソコンで見た講義を復習で聞いてました。はい。他にも工夫がありますか？はい、あとは、家の至る所に携帯司法書士を置いて、隙間時間があれば、うん、こうすぐパッと開いて一行でも読むということをやっていました。あ、いいですね。いろんなところに置いてあったんですね。はい、洗面所に1冊、お手洗いに1冊、玄関に1冊っていう形で。はい、ですね。3分とか1分とかでも時間があればね、読めます。はい。あ、じゃあそういう隙間時間なんかも利用するって形ですね。はい、やってました。ありがとうございます。で、そのように勉強していて直前期に入っていったわけですが、まあ、直前期は順調でしたか？もう初めから成績が取れたりとか。いえ、当連も最初の方はずっと D 判定でしたし、記述に至っては私不動産登記法の記述がすごく苦手で、最初の当連では3点しか取れなかったんですけれども、はい、3点ですか。そこから巻き返したわけですね。そうですね、なんとか。その諦めない気持ちが一番大事だと思うんですけど、直前期具体的にどんな勉強されたか教えてほしいんですが、講義が終わった後、例えばその記述であればどんな勉強してました？ですね、記述は基本的には携帯司法書士のひな型をこうずっと回していくっていうのと、あと並行して当連を解いた後に自分でコピー、当連の回答をコピーを取って、そこに赤で自分で訂正を入れて、間違えた理由とかも記入して、それをファイリングして見返すようにしてました。あ、それは面白いですね。それあります今。あ、はい。こんな感じでコピーを取って、ファイリングして、これを見返、たまに見返してました。なるほど。それ本当に究極の間違いノートですよね。そうですね、間違いノートを作るのはちょっと時間がかかるなと思ってしまったので、コピーを取って赤で入れるだけなら結構時間も短縮できたので良かったなと思ってます。はい、しかもそれ間違えたとこがどこか分かるし、でそれ見返すことによって今度はそれを間違えないようにしようというふうに自分で心をかけることができるので、もう本当にいいアイデアだと思いますね。いいもの見せてもらいました。で、本試験どうでした？本試験は、去年もお試しで受験はしていたんですけれども、うん、去年とはこう比べ物にならないぐらいの緊張感で、結構手も震えたりしたんですけれども、うん、ここまで勉強してきたんだから大丈夫と言い聞かせて、なんとか乗り切りました。はい、ありがとうございます。で、これから司法書士を目指す人へのメッセージがあれば、ぜひ教えてください。はい。私は勉強時間もなかなか確保できない中で、当連の成績もずっと D 判定で、こんな自分が合格できるんだろうかって本当に本試験の直前までずっと思っていたんですけれども、それでも、一度も諦めたことはなくて、毎日自分のできる精一杯の勉強をひたすら繰り返して、私でも自分でもびっくりしてるんですけども、一発合格することができたので、努力し続ければいつか絶対に報われる日が来るので、頑張ってほしいなと思います。はい、
高橋さん、これからどんな司法書士になりたいですか？私自身、司法書士っていう仕事をもっと早く知って、もっと早く受験できたらよかったなって思いがあるので、小中学生とか高校生、大学生とかに司法書士っていう存在をもっと知ってもらえるような活動できる司法書士になりたいと思っています。嬉しいですね。これから頑張ってくださいね。はい、はい、皆さん、高橋さんにお話を聞いてきました。皆さんもぜひ続いて合格を目指していただければと思います。参考になる話もあったかなと思います。高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。